はい増援パートナーズ大森です今日はですね良い樹形とはというお話をいたします まあねあの剪定する時にねあの良い樹形を目指して切りましょうというようなお話をする方がかなりいるんですけれどもそもそも良い樹形とは何かというお話をいたします木を切る時に樹形を気にして切るといいんですよね何も考えないで気分だけで切ってしまうと良くないですはい。で良い樹形を知った上で切りましょうというお話ですねで樹形を意識してそう切っていくとですねだん,だん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 やっぱり木の剪定に良い影響を与えていきますねぜひ最後まで聞いて参考にしていただければなと思っておりますはいで 3個お話を用意しておりますね。木の伸び方を知ることで2つ目はですね。枝の伸び方を知ることで、3つ目はまあ、悪い樹形とは何かというお話をいたします。では、1つ目のですね。木の伸び方を知るというのが大事になります、えー。良い樹形というのはですね。木の伸び方を知るところから始まりますね。大きく分けて木の伸び方っていうのはですね丸くなるかえっ、ー、とまあ、こういう感じでね。逆包皮型みたいな感じ。こういう風な感じになるか、えー、三角形にこうなっていくかっていうのがあります。でまあ、基本的にはあの？ っていう風になるんですけれども、としだれてる木っていうのもですね、同じような感じになります。しだれてる木はまあ大体こう丸くね、全体的にはこう丸くしてあげればいいのかなと思いますね。で、例外的にですね、シュロだったり、南天だったり、えっ、ー、とバナナとかああいうのはちょっと違う感じになりますんで、あれはま例外という感じですね。あとはまあ竹、竹とかはですね、あれ草の仲間だったと思いますんで、あの辺も例外になってきます。まあ、その他の木はね、基本的にはまあ3種類。 丸くするか、逆放棄型にするか、三角形にするかという風な感じになります。で切る前にですね。伸びた状態を見る。そうするとですね。基本の伸び方っていうのが分かりますね。それをよく見ておく必要があります。えっ、ー、と伸びるとですね。こうピューンと伸びるとどういう風に伸びたいのかなっていうのがなんとなく想像できるんですよ。切る前にね。伸びるとですね。あの、自然とこう変な風に切っちゃっても自然にこう伸びていきますんで、ぎゅと1年2年経っていくとね。自然と丸くなったり。 あの三角になったりとかしていくんですよ切らないと、なんで切る前にこの形は何の形なのかなっていうのを見ておく必要があるということですね。で、上緑樹と落葉樹でえっ、ー、と伸び方が違うように見えるとは思うんですけれども、基本的には考え方としては同じですね。で、この辺はですね次のこう、えー、枝の伸び方のところで話をいたします。まあ今お話したね三つのうちのどれかを目指して全体のラインっていうのをこう決めていく必要がありますね。はい。で、まあ 何をこうイメージしてこう丸くしたり三角にしたりあの逆放棄型にしたらいいかって言うとですねえっ、ー、とイメージはですね自然に大きく伸びた木っていうのをイメージしてくださいそうするとまあこの木はだいたいこんな感じで伸びるのかな大きくなったらっていうのが分かりますんでイメージとしては良い樹形のイメージとしては自然に大きく伸びた木をイメージしますで大きい木をあらかじめ見て覚えておく必要がありますねそうするとなんでどこら辺に 大きい木があるからっていうのを見とかないといけないですねでこれはですねあの街路樹だとちょっと良くない場合があります街路樹だとですね結構 切りり方が決ままっっちゃってたりしますん,でなんかここで切ってくださいねとかこういう風にやってくださいねってなってますんで結構型にこう収まった切り方になっちゃってる場合がありますんで大きくても街路樹の場合はあんまり参考にならないかもしれないですね大きめの,あの公園とか行くとですねもう切ってなくて伸びっぱなしの木あれがですね、まあ、自然に伸びた木なんであれをイメージして形としてはまあどうなるのかな、まあ、およそ3種類なんで3種類のうちのどれかなっていうのを見て覚えておく必要があるということですね。まあ、もしくはですね、えー、と木の絵っていうのを こう自分なりに書いてみますそうするとですね、まあ、変な樹形の木っていうのは大体皆さん描かないと思いますんでそれをねこうなんとなく木の全体のイメージとして捉えてそれを目指していくような感じで切っていくというふうになりますそれが良い樹形という感じですねですでどういうふうに判断するかというと、まあ、切る時に、ね、こうちょっと離れて見てみてでまあ切ってみてまた離れてみてみてそうするとですね全体の形よく分かりますんでそれで全体の形のイメージはしておくと いう感じです。 伸び方の話はこんな感じですねで2つ目えっ、ー、と枝の伸び方を知るこれも大事なことになりますね枝の伸び方木によって枝の伸び方がちょっと違うんですけれども全ての木においてですね共通していることがあるんですよそれはですね上を目指して基本的に枝ってどんどん伸びやすくなっておりますでそれがですね力強く伸びている枝が多いんですよ上目指してギュンと伸びている枝がねでそれはですねあの徒長,枝徒長枝とか言ったりしてメインになっている幹以外からあ出ている枝は 徒長枝と言いますねで、それはあのいらないんですよ邪魔しちゃうんですね徒長枝伸びてるとですね樹形とっても生み出しますんで最初にこれはね落としていくという必要がありますなんで伸びてたらいよい樹形じゃないというような判断になりますねで基本的に枝っていうのはですねこう横に伸ばしてあげた方が綺麗に見えますんでなんとなくこう横に横からちょっと斜め上ぐらいの感じでこう枝を伸ばしてあげると綺麗に見えますで絵をですね描いたんですけれどもまあ、こんな感じですねざこんな感じこれ結構綺麗にあの あちょっと光がすすませんん、えー、はいこんな感じです結構綺麗にねあのいい樹形なんじゃないかなと思いますんでこんな感じでねこれは、まあ、例えばこう丸なんですけれども逆方形型だったらね、まあ、この辺の枝とかこの辺の枝がもうちょっとクッと伸びてるような感じのイメージ、まあ、三角形もね同じような感じでこう三角だったり丸だったり、まあ、ほとんど同じだと思いますんでこんな感じで樹形は目指していくとこれ結構じいい樹形なんじゃないかなと思いますね横に枝も伸びていてという感じです。 はい、で幹に対してメインの枝はあ流れに合わせて先端の枝も同じように残していくっていう感じなんですよね。今のちょっとこの絵をですね見ていただくと分かるんですけれども太い幹っていうのはここにありましてそれに対してこうメインのみ、えー、と枝がありますのでそこに対してこう同じようなぐらいで全体的に枝を残していくこういうのがねいい樹形なんじゃないかなと思います。はい、で枝の先っていうのはですね玉散らしにしてこうイメージしておくとあの分かりやすいですね。水 これ落葉樹なんですけど花水木だったりっていう木も基本的にそういう風に仕立てていくとかで綺麗に見えますんで落葉樹なんですけど花水木あとはまあ常緑樹でも同じような感じで玉がこう残っていくっていうようなイメージしとけばねあの綺麗に大きくなった時にいい樹形。 はそういうい感じになりますのでそれ玉散、はいはい、らしを目指していくというような感じですねでしだれてる木っていうのはですね枝の先端がしだれてるだけですんでしだれた枝を先端のところでこうピュンと残してあげるっていうような感じのイメージですね、まあ、全体的にねしだれてる木っていうのはしだれさせておいた方がいいとは思いますんでしだれさせておくだけという感じですで全体の枝にまんべんなく均等に枝が残るようにしていきますね枝の太ささだだったり長さとかもできるだけ同じ ように揃えてあげると綺麗に見えますねでそれもいい樹形っていう風になりますのでそういう風に切りますで、木は自然に伸ばすとですね枝を均等に伸ばしていくっていう性質がありますので、えー、伸ばすというよりも均等に残るっていう風なイメージになるんですけれどもあの不要な枝っていうのはですね自然と枯れてなくなってきますっていうのもいらない枝っていうのはですね日陰になっちゃったりとかしてあの自然とね淘汰されていくっていう感じなんですよでそうするとですね先ほどのこの 僕が描いた絵みたいな感じの樹形になっていくという感じです。でまあ、切るときはこれを目指して切るとで、これがえっといい樹形という感じになりますね。でまあ、切る時にはですね。その不要な枝をあのイメージして切るっていうのが大事になりますね。メインの枝同士のこの間隔が空いてると、それも結構綺麗に見えるんですよ。これもですね。絵をちょっと描いてるんですけれども、もまあ、こんな感じでこことここの隙間ですね。 あすいませんこことここの隙間がこうな,るなるべくねこう開いてたりするといい具合の感じで空いてるときれいに見えます。 じゃあ逆に悪い樹形は何かっていうのが分かるといい樹形も分かると思うんですけれども3番目の話ですね悪い樹形とは何か今の2つ言った話ですね今言った2つの話あの木の全体的な伸び方の話とと枝の話ですねそれの2つを無視した切り方や伸ばし方をしているとかなり悪いですねで盆栽の場合はですねこの限りではない場合もありますね盆栽だとこうあのね小さい 鉢の中でかなりこう無理にグッて伸ばしたりとかしてますんで,で「で盆栽これ全然いい樹形じゃないじゃん」って思うんですけどそれはね木に対してまあそういうもんなんで盆栽としてはねなんでそんなもんっていうな捉え方になりますで。で、えっと、変な樹形というかまあ、ね、あの無理にこう伸ばしたりこう 無理な樹形になってたりすると木が長くストレスを受けるんですよ。で、生け垣木とかもそうなんですけれども、あの大きいストレスがかかってきて、で、まあ、弱ったり枯れちゃったりっていうのが早まるんですね。なんでいい樹形を保ってるとストレスが少ない。いい樹形じゃないとストレスがかなりかかってて、もうちょっとね早く早めに弱っちゃうっていう感じになります。はい。で、無理な伸ばし方をしている木とかっていうのも早く弱る。 稽古にあります、ねまあ木はね観賞用にこう植えてますんである程度はまあ仕方ないかなとは思うんですけれども、まあ、生垣とかもねあの無理やりこう四角くさせられちゃってたりしますんでああいうのも寿命が少し短いと。 いうような感じですね。で、それね、メインのシンボルツーリーみたいになってたら、自然な感じでいい樹形を保ってあげると長生きするという話です。でまあ、まとめますとですね、えー、長く木を鑑賞するようでしたら、できるだけ自然に伸びたように、あの切る必要があるという感じですね。まあ、今お話ししたいい樹形を目指していくっていう必要があります。で、不自然に伸びた枝はですね。やがて栄養がいかなくなって枯れていくんですよね。はいで、まあそういうのを理解した上でまあ、植えたり育てたりしましょうと。 いう感じですはい、良い樹形はですねイメージが持てたら剪定にもいい影響を与えますので是非普段から意識して山の木とかですねそういうのはまあかなり参考になると思いますんで山の木だったりまあ、お寺に生えてるようなねあのかなり大きくなってる木とかああいうのをですねああいうふうに大きく育った木っていうのを眺めてみるといいんじゃないかなと思います。 はい、いい樹形とは何かというお話をしておりますあの自然にねこう全体的に伸びてで、まあ、勝手に淘汰されて自然に残ったやつっていうのがいい樹形なんですよ。あれをですね知った上でえで、ー、お手入れするとお手入れにもねそれを目指して切れるようになりますんでかなり綺麗に切れるようになるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでですね私のチャンネルはですね、えー、造園業植木屋さんさんん あとはですね、と庭木の話だったり、まあ、いろんな話をしております。もしね、チャンネル登録まだですよという方いましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、いつもあのグッドボタン、ありがとうございます。今回もよければグッドボタンを押していただければなと思っております。はい。他にもですね、なんかあのこういうことわかんないよとか、あれが知りたいよとかね、なんかいろんなあの質問とかあれば、あのコメントの方にいただければなと思っております。 ししっかり読んんでね答答答答ええええららられれれるここととととははままますすないいせう思もしねあのちょっと難しい問題とかだったらちょっと長い時間いただいて返事を必ずできるだけするようにしておりますので何かあればコメントの方にいただければなと思っております。はいということでですね本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の、えー、次の動画でまた会いましょう。